はい、皆さんこんにちは、下川チャンネルです。本日はこちらデュエマ100円ガチャですね。で、だいたい10回に1回おすすめ品が出るガチャということで、まあ多分おすすめ品のシールが貼ってるものが当たりでしょうということで、おすすめ品のシールが出るまで今回は合計6パックやってまいりました。ということで早速1パック目から開封していこうと思います。フィリック、B ボーイ、ダッシュチャージャー、そして原付き。なるほど、まあ100円なんでね、光り物はなさそうですね。続いてラブドラッチ、ヘーゼルバーン、勝負だチャージャー、そしてカンフードラゴンカツ丼。なるほど、3パック目、現状やっぱおすすめ品までは厳しそうですね。ギュリン、ドクロムーン、ダンゴスポポン。続いて4パック目、アイラ、タイガーグレンオー、シュバルフルート、ドドンガドン。本当おすすめ品まではあまり期待できなさそうですね、本当に。お、アクアサーファーのホイール、デスゲレロ、ポポドードー、ブルマンチュリス。なるほど、ということでもうサクサクと来てしまったので、もうおすすめ品です。ということでラスト、おすすめ品のパックになります。コットン、コットン、おー、コットン、コットン、これ裏が見えてますね。あー、チキチキジェットサーキット。そして多分こちらが当たり一覧から何が来るでしょうか。おー、いや、100円ガチャにしてはめちゃくちゃいいですよね、グレートグラスパー。今めちゃくちゃ高騰してますし。はい、ということでデュエマ100円ガチャ、おすすめ品が出るまでやってみた結果、600円でなんとグレートグラスパーが出るという。いや、ほんと今グレートグラスパー高騰してるんで、1000円以上はね、ほんとするんで、ほんとに良かったです。やって良かった。ということでね、まあ100円ガチャならね、ほんと学生さんとかもできると思うので、よかったら皆さんもこういう100円ガチャ見つけてみたら、やってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価、ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね。